Hazard 6. はい、こんにちは、ブルコスです。本日もね、バイオハザード6をやりながら人生相談乗っていきたいと思います。ということでね、多分チャプター終われるんじゃないかなというところまでね、進んではきました。うん。まあ、なぜクリスがね、闇に落ちていったのかっていうのがね、本パートで分かるようになります。今チャプターくらいかな、あ、チャプターじゃねえ、このパートかなで分かるようになってますんで、詰めていきましょう。じゃあね、早速ね、質問乗りながら、パンチパンチしながらね、やっていこうかなと思います。はい。ということで、まず一つ目ですね。子供頃に遊んでいて、親からうるさいと本気で怒られたことが影響し、常に人の目が気になってビクビクしながら過ごすようになってしまいました。仕事から日常的に人と接する機会も多い職業についていますが、ちょっと素敵な感じの人に出会うと、途端にうまく喋れなくなってしまいます。克服するために何かいい方法はあるでしょうか？僕のね、知り合いにね、ワレカラっていうタイプ、名前だったかな？で、ザッキーっていう人がいるんですけど、まあ、その人も脇見恐怖症っていうのが、まあ、要は人の目が気になる。多分、このご質問者さんも同じだと思うんですよね。脇見恐怖症の方だと思いますんで、そういった、方、もしよければね、ザッキー、ね、ワレカラでね、検索をしてもらったら出てくるかと思いますんで、ぜひね、その人にやってみてくださいってなったら、お前に質問した意味ねえじゃんってなると思うんですけど、まずはそのね、どういう状況でうるさいって怒られたのかっていうことも掘り下げてた方がいいと思いますね。よくあるのが、その、なんかいろんな表面的な解決策をこう、ポコ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 やろうと思って、なんかやったりする人とかいるんですけど、実はそれって、やっぱり、解決するためには、その根っこになっている、まあ、元を立たないと、あるいは元を解決しないと意味がないってことが結構多かったりするんですよね。うん。だから、なんで怒られたのかっていうことを、まずは思い出して向き合って、そこの解決っていうところは、その解決っていうのはね、その当時のお父さんごめんねと、例えばまあ、うるさくしてしまった自分が悪いのか、たまたまお父さんの、虫の居所が悪かったのか、もともとそういう関係性だったのかっていうことを、しっかりとね、向き合っていただくというところが大事になってくるかなと思います。で、あともう一つ、その克服方法に関してはいろいろあると思うんですけど、一つは、誰もあなたのことを知らない土地に行ってみて、で、思いっきり騒いでみるみたいなね、経験をするといいかなと思います。で、そしてうるさいなって思われるかもしれないんですけど、でも結局はその、あなたが普段の日常的なコミュニケーションを取るにあたっては、やっぱり、言われたことを、あえてやって、それに打ち勝っていくっていう経験をやらなきゃいけないというふうに思いますんで、まあ、その騒ぐっていうのは、なんか気が狂ったように、ウェイってパーティーピーポーフーとかそういうわけじゃなくって、そういう、なんか本当に気が狂ったのか貴様はみたいな、そういうわけではなくって、単純にね、なんか、いろんな人にコミュニケーション取りまくってみるみたいな感じですね。例えば、道を聞いてみるとか、なんか、ちょっと、一緒に写真撮りませんかとか、例えば、なんか、アメちゃんを持ってて、じゃあ、ちょっとすいませんって言って、じゃんけんしてもらっていいですかって、じゃんけんぽって、ああ、負けた、じゃあ、アメどうぞとかね、じゃんけんぽ、わ、勝った、わ、気持ちがいいんで、このアメあげますみたいなね、まあ、そういうのは、多分、若い女性の方とか、すごい、ね、好きかもしれませんので、そういうことをね、やってみられるといいかなというふうに思いますね。で、ここちょっと修羅場なんで頑張ります。これが終わったらね、今の質問から次の質問に移っていくようにちょっと話進めていきたいなと思います。そうそう。っていうところがね、いいかなと思いますね。うん。で、あとは、そうだな、なんだろう、言葉でうまく喋れないのであれば、ボディーランゲージをうまくできるようになるっていうのを勉強してみるといいと思いますね。身振り手振りで大げさにやってみたりとか、それからまあ体の動かし方で表現をしてみたりとかっていうのは、そういうのは結構大事ですね。だから言葉だと、なんかちょっと伝わりきらないようなポイントがあったとしても、体を使って表現をすることで、あなたの言いたいことこれなのねっていうのが分かるようになってきたりとかっていうのはあります、ね。だから何か克服したいというふうに思っている場合、簡単にね、克服するっていうのは残念ながらないんですよ。だって、ちょろっとした、なんかその解決策とかできるんだったら、もう今あなたそれで苦しんでるわけがないんですから。これがそれで苦しんでるっていうことは、それ相応の、やっぱりちょっと荒療治みたいなことをしていかないと解決することはできないですよね。例えばその太っている人がダイエットしますで体重を落としたいですっていう話になった時に、そんなね、1日で2日で体重が5キロも10キロも痩せるわけがないんですから、それ、おっち、これピアーズのせいじゃないですか。ね、
だから5キロ10キロ体重を落としたいですってなった時には運動もしなくちゃいけないし、食事制限もしなきゃいけないしと、いろいろやらなきゃいけないことがある中で、やっぱり3ヶ月半年1年かけてようやく解決できたっていうね、うところになってくるんで、やっぱ時間はかかるかもしれませんし、しんどい思いもするかもしれないですけど、本気で克服したいというふうに考えているのであれば、そういうやり方を、ね、向き合っていただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。さてさて、ちょっと待ってね、ゴリラがゴリラに負けそうなんですけど、痛い、いって、え、うわー、この連番きついな、こいつ全然死なないじゃん、体力高っ。なんか大体あれだね、こういう新敵が出てくるときって最初は体力めちゃくちゃ高いんだよね。で、量産型になってくると体力は体力はね、少ない状態で出てくるんですけど、まあ、仮にマックス3000だったとしたらね、次からなんか1500、あれ、こんなにあっさり死ぬっけみたいな感じになるんですけど、まあそれはいいや。いつこれ倒せんだ、あぶね、そろそろちょっと玉、そうだ、思い出した、ここでって結構初回プレイするときに弾が枯渇しまくるっていう経験をしたっていうのがあるな。これ多分そうなるだろうね。こっからね、こいつらとかなんかエリマキトカゲちゃんとかいっぱい出てくるんですよ。で、普通の敵じゃないから結構強くてしんどいんですよね。これあれなんだよ、グレネードランチャーがあったら、まあ、一撃必殺みたいなのができたりするんですけど、そうじゃないからね、これ結構大変な思いするかもしんないな。まあまあそれはいいや。さて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 、どうなるかな、クリアいけるかな、もうなんかやばい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 、全然弱点露出してるのに全然死なねえもんな。あ、お、いった、あ、ちょちょ、こっち向いた、ちょ、あ、ん、地味、あー、ひるんでんのか、オッケー、よし、オッケー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 、この倒れ方はね安全だからいいな。うん、なんて言ったらいいんだろう、そうじゃない時ね、なんか腕をねぶん回して倒れる瞬間っていうのがあるんですけど、そうなったらもう終わりだからね、近づいた瞬間にそのぶん殴られた一発でダメージを思いっきり受けるみたいなこともあったりするから、それはちょっと避けたいってところだね。さて、じゃあ終わったかな、終わったかな、 OK、 じゃあ次のね質問に乗りながら、ステージ進めていきたいと思います。付き合って1年半くらいの彼女がいます。今いわゆる停滞期みたいなものにハマっています。彼女のことは好きなのでこれからも関係を続けていきたいとは思っていますが、お互いに冷めてしまっているかも出しすぎて、このままだと別れてしまうかもと思っています。どうすればこの状況を打開することができるでしょうか。ブルーホースさんは奥さんと停滞期ありましたか、ということですね。まあそのなんだろうな、停滞期ってことはその連絡とかもなかなかなかったりとかすると思うんですけど、どうだな、個人ぶっちゃけると個人的にその停滞期みたいなものは、まあ、あったようでなかったかな、まあ、停滞期なかったかな、うん、からちょっとこれは気持ち的にはわからないんですけど、まあ、普段やっていることとか普段行っているような感じのデートの場所とかと違うところに行ってみて、お互いが味わったことのないような刺激っていうのを経験してみるっていうのはすごいいいと思います。うん、だから日常って結局ね、慣れてしまうと何もねやらなくなっちゃうんですよ。やらないし面白いとも思わないし幸せだっていうふうに思わなくなっちゃったりしてしまうんで、そこはね、なんか新しい刺激があるようなものっていうのをぜひね、チャレンジしてみるっていうふうには思いますね。だから、いくつパートだったかな、どっかのパートで答えたかも、これから答えるかなんですけど、なんかね、奥さんじゃないや、逆か、旦那さんが自分に興味を持ってくれなくなったっていうご相談をいただいたこともあったんですよね。そうなった時に変えるべきは、なんか、体型は時間がかかるからしんどいんで、それよりも、なんて言ったらいいんだろう、下着とかね、服装を変えてみましょうみたいな、そんな話をねしたこともあるんですけど、うん、まあ、それをするだけでね、だいぶ印象とか変わったりしますから、まあ、そういうところからねやってみて、服装変わってとかね、髪型変えてとかっていうのをやってみられてもいいかなというふうには思いますけどね。はい、というところですね。まあ、あとはあんまりねプレゼントみたいなものとかよりも体験を共有する方がいいと思います。結局長い関係を続けていこうと思ったら、なんか物をあげるとか、なんかそれぞれ好きなことをやるとかっていうよりも共通で楽しめる体験っていうのをどんどん作っていくっていうことの方がはるかに大事になってくるわけなんですね。で、それ何かっていうと、なんて言ったらいいんだろう、共通の映画、好きな映画とか、まあ、趣味とか、
まあスポーツとかそういうのを体験する機会っていうのを作っていくっていうことの方がはるかに大事になってくるんで、うん、っていうところですね。なんか今日もまたカクついてるね、画面が。ありがとう、ご協力に感謝する。うん、ピン。その女性の護衛を任せる。でね、はい。まあそんな、こんなの話もしつつ、次の質問にね、入っていきたいと思います。We found one of the staff. We're turning to the foyer now. Come on, I'll show you a quick way. 何をやってもダメな自分に自信を持つことができず、嫌悪感を感じます。ちょっとでも自分、自信が持てるように、スキーになれるようにするには何をしたらいいですかっていうことですね。はい、ありがとうございます。何をやってもうまくいかないことにチャレンジしていないかということを振り返ってみてください。だから人間ってなんかチャレンジしようとか目標立てて頑張ろうとかっていう気概を持つ。で、それに向かって行動をとっていくって、それってすごく素晴らしいことなんですけど、大体失敗するケースっていうのがあまりにもハードルが高すぎる目標とかっていうのを掲げているっていうケースなんかはあったりします。例えば、ね、もうしょっちゅう例で出してるけど、腕立てが5回しかできない人が、毎日腕立て30回するんやってなったら、もうなんか5回やった時点でもうプル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 っていうのをそれでもやるぞってなったら、その日は30回あなんとかできたってなっても、次の日からはもうあれと同じ思いするのはもう勘弁だって言って、うん、やらなくなっちゃうんで、さっきねレッドハーブだったかグリえうわ2個使ってやろうと思って、うわーしまった戻れないじゃん、もういいや諦めた次行こう、うん、っていうようなね状態になっちゃうんで、だから適度にクリアができるっていうような目標を掲げておくっていうのはすごく大事になります。うん。だからね、全部が全部ダメっていうことはそうそうないと思うんですよ。いろいろやろうというところでね。ところが、チャレンジしても、自分がうまくいきませんとかね、自信持てませんっていうような人っていうのは、なんかむしろうまくいかないようにわざと失敗しているんじゃないかっていうような人も中にはいるんですよね。まあ、むしろ、あるいは成功したにもかかわらず、いろんなことやってね、うまくいったにもかかわらず、なんかね、もっと、って思ってしまって、もっとうまくできるんじゃないか、もっとやれたはずなのにっていう風に、なんかもっともっとっていうのをやって、いや、十分なんですよ。十分できてるのにもっとっていうのを思ってしまって、で、結果的にね、なんか自分はダメなやつなんだって思いたがるっていうところは正直あるんじゃないかなと思いますね。そこが、結構ね、考え方を変えていかなきゃいけないポイントになるんじゃないかなと思いますね。だから何でもいいから小さな成功体験っていうのを積み続けることで自信がつくようになっていくんですよ。例えば小さいことですよ、本当に小さいこと、朝時間通りに起きることができたと、ね、スマホでタイマーかけててそれが鳴った瞬間にピッと起きることができたとかね、とか朝出かけるときにスニーカー履いて靴ひもうまく結べましたとか、なんか洗濯物を畳むのが家族で一番綺麗だとかね、うん、でそれができて自分は天才最高というふうに口に出して言ってみるっていうことがすごい大事だと思います。で結局人間って自分が普段から発している言葉通りの人生を送ることになるんですよ。だから痩せられないわっていう人はもうブク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 太っていきますし、俺バカだわっていう人は自分バカになっていくんですよ。逆に俺天才天才って言い続けたら天才なんですよね。だからなんか YouTuber ヒカルさんとかですかね、とかなんかは俺天才やねんとか、俺テレビで通用するわとかってなんかニュースとかで言ったり、ニュースに取り上げられたりとかしてますけど、実際人やっぱりカリスマ的存在で、YouTuber でももう500万名近い、ね、チャンネル登録者数があったりとかもしてますし、うん、ね、500万って言ったらね、もう本当に指で数える程度の登録者数しかいないわけですよ。だから天才って言っていいよねっていう話ですからね。うん、で、僕なんかの例でいくと、おーって言うね、僕なんかでいくと、浪人するわーってね、高校3年生の時に言ってたんですよ。部活もやってたし、もう浪人するわ、浪人するわみたいなことを言いまくってたら、本当に浪人しました。ね、で、一方で、バスケのコーチをやるよっていうことを小学校6年生、まあ、12歳の時からずっと言い続けて、で中学校入っても高校入ってもね、浪人中もバスケのコーチやりたい、バスケのコーチやりたいってのやるわやるわやるわってことをずっと言い続けてたら、実際にね19歳の時7年越しに夢が叶って、でバスケのコーチやってって言った、あいっていうのができるようになったんで、これ大丈夫かな、助けてくれる、ちょちょちょ見たい、見つめないで OK 倒した、ありがとう。というところですね。
いつ反撃されたらまあやっちまったわ。まあしゃあないね。あの流れ星の話って皆さんご存知ですかね。うん、ね、あの流れ星ってね、1秒前後くらいで星が一瞬現れて消えるっていうやつなんですけど、あれって結局どういうことが言えるかっていうと、これあくまで持論ですよ、持論ですけど、たった1秒間の間しか出てこないその瞬間に自分の夢をちゃんと言うことができる人っていうのは、常に頭の中にそれを叶えるぞっていう思いがあったりとか、それを叶えるために行動しているっていうのが言葉であれ行動であれ出てにじみ出てきている人たちにっていう考え方ができるんですよね。ってなった時に、やっぱり潜在意識的にその行動を、取ることができているっていう証拠になってきますんで、だから、パッとね、あなたの夢って何ですかっていうことを聞かれた時に、これこれですってことが言えるようなくらい、何か強い思いを持ったその目標とかね、っていうのを掲げるっていうのはすごく大事になってくると思います。それがやってれば、そこに向かってちょっとずつ小さな成功体験っていうのを積み重ねていくことによって、あなたは少しずつ、自分ってできる人なんだとかね、自信持てるようになってきたわとか、そんな自信を持って、かついろんな目標とかを叶えていく自分ってすごく素敵だなっていうふうに思えるようになってくると思うので、だからちょっとした小さな成功体験を積み重ねていくっていうことと、それから、どういったことを叶えていきたいのかっていう、そういったね、目標、夢っていうのを持つっていうことはおすすめしたいと思います。はい。っていうところじゃないかな。はい。ということでね、もう間もなくこのチャプターが終わるところまで来てるんで、多分あともう 2,3 分で終わるかと思うんで、一旦ね、質問は、以上とさせていただきます。3つかなっていうところですね。うん。さてさて、ちょっとね、このエリマキトカゲがね、意外とね、めんどくさいから、あんまり好きじゃないんですよね。で、1500ポイントって意外と美味しくないっていうところもあるんで、もう終わりかな？はい。まあでも言ってた通り、案の定やっぱり弾枯渇しましたね。弾枯渇しちゃったな。ショットガンが12、3発で、で、しかも、ハンドガンとマシンガンの弾がないと。オッケー。マシンガンカラッカラだもんね。で、しかもこれがチャプター3にね、弾がね、引き継がれていくっていうところですから、これきついぞー。唐揚げ野郎が出てくるからな、チャプター3はね。どんなやつやねんっていう話ですけど。さて、さあ、こっからね、クリスがなんで闇に落ちていったかっていうのが、分かる内容になってます。これはでも明らかにね、ピンが悪い。ピンがね、ちゃんとしっかりしてればね、こんな目に遭うことはなかったんですけど、それをね、やっちまったピンっていうのね、仕方ないよねっていう、仕方ないって言ったらあれですけど、っていうところじゃないかな。はい。さて出てきました。にしてもこの服装にしろね、エイダの服装にしろね、たまらんちきしょうだよね。そう。だって、いわゆるノーブラでしょ？なんでポッチがないの？そこだけうまく、パッと当ててるとかなのかな。でもあんだけ注射器があるやつで、よく、あれだよね、クリスとピアーズ刺さらなかったよね。なんかうまく鉄格子がカカーンってやってくれたとか、そんなオチなのかな。そのために銃を使ってババ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 やるべきじゃないかと思うんですけど、そうじゃないのかな。フェーン、まあいいけどね。はい。でこっからフィンが大変貌を遂げてやります。キャプテン、ウィガタムーブ。隊長、しかもこのね、うまいタイミング、鉄格子が上がるというね、なんていう、こう、美味しい仕組みというかね、ところがね、これがね、やっぱ元仲間だからっていうのでね、撃つことためらっちゃうんですよね。珍しいよね。でしかもここからさ、こんだけさ、ガツガツさ、胸叩かれてるのにさ、あばらを何本かは行っちゃってるかと思うんですけど、それでもね、生きてるっていうのが不思議だよね。よっぽどその前に置いてあるクッションっていうのが良かったのかもしれないけど。で、こ
この状況からあんだけのなんか人数って言ったらいいのかな、あの敵の数がいるにもかかわらず逃げることができたピアーズ最強だよね。はい、ということでね、チャプター2クリア無事することができました。今チャプターちょっと命中も死亡も終わってましたね。命中なんだろうな、あ、まあなんかあの橋の上からパコ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 打ってたのが全部あれだったのかな。はい、まあ、そんなところでね、うまいことねクリアすることができたんで本パート以上とさせていただきたいと思います。ということでまた次回のパートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。